FC、 あ、お前今気にしたの気合入ろバカ野郎FC 岐阜勝手に応援チャンネル、イエーイ。さあ、ということで来週の違うおい、ちゃんと急げいや、もうあの一周またいでの、まあ、一応あったけどね、カメラマンの家です。ああ、カメラマンの家はね、そうだな。いやね、じゃあそう、ラジオ形式で、まあ、言ってたけど、はいはい、まあ監督変わって、はい、まあ、でもそれでもうんかけますよと、うん、全ベッドするっつったな、全ベッドするっつって、うん、畜生だよ丸裸にされたわ火事のでボロボロになってできた。いや、金子くんの肩が見事に今日ぐちゃぐちゃになるっていう。いや、もうしょうがない、それは言ったんだから。じゃあもうぐちゃぐちゃにしましょう。しよう、うん、シンプルに暴力肩パンですか。まあそうね、オーソドックスに、やっぱぐちゃぐちゃだからいろいろ考えましたよ、うん、カットとか、カットとかいや、もうさ、中学生じゃねえんだからこんな、これはしょうがないよ、肩に自分でベットしたんだから。そうだねなかなかないけどね、自分の体の部位ベットするやつもうすごい行き切った債務者ねじゃあもう行きましょう、肩。はい、一発。いや、もうそれは1でいいんですか。いや、1でいいなら1でいい。じゃあ1分にしようか。プン1分人殴り続けたら大体しますよ肩だから。いや、今ぐちゃぐちゃになっちゃうよって俺言おうとしたけどぐちゃぐちゃにするって言ったんだ。これ見てる子供たちは、これいいことじゃないから、これはいいことじゃない、これはだから俺が言ったから俺がぐちゃぐちゃにしろって、そうこれ同意の上だから、これは、ね、これはしょうがない。じゃあ1分ね。じゃあ1分。え、プン通ってんの、これプン採用されてんの。ちょっと待って、一回、いない、今ちょ、やめろ俺の肩で温めてけ、今温めんな、フルで入んな、俺に腰をちょっと待って、腰はいらん、腰、手打ちで、OK、全部手打ちでいい。じゃあ行きます、よーい、スタート。やる側ももうごめんなさい、カメラマン、やる側の体力ギブですこれでか、俺が言いたい、これで勘弁してって、それでいいでしょ、勘弁ですよ、こんなやった、ぐちゃぐちゃになった、なってるだろ、たまに来るボディにあとさ、ここ入ってんのよあ、ここいってんだ、骨あっからさ、まあ、肩のぐちゃぐちゃこんなもんすか。分かんない、なんでお前が食らった側みたいなあとはこれでいいかも、視聴者に決めてもらおう、コメントでもうちょっとぐちゃぐちゃにしたいよってなって、2部あんの、それは続くよじゃあどういった案でぐちゃぐちゃにすべきかってやつを、そうね、いろんなぐちゃぐちゃを募集しよう。親見てんの親どういう気持ちでコメント欄見てんの、こうぐちゃぐちゃにしても、もしかしたら親から来るかもしれないじゃん、親おかしいだろおう誰、今日これで終わり。いや、お前やってないだろ、4-0 だから。そうなんですよ、そうなの。じゃあさ大敗じゃないですかはい、もう言いますと大敗ですよ。あ、そうですね、はい。で、じゃあ1回だけ、1回言う、勝ってくれ次回、あ、ベッド、いや、ベッドしないベッドじゃない、気持ち、終わり、これでは終わり、肩にベッドするね、ノーベッドでいや、もうそうだけど、まあ、しょうがない、監督は一発目だから、そういうことそう、じゃあ、俺も思ったの、いろいろ、うん、ただ、そう、冷静に考えて、じゃあ、冷静に考えて、あるからすぐベッドしないであるから、俺の話、はいはい、じゃあ、そう、だから、いや、俺もね、じゃあ他のサポーターほど、うん、長年のあれがないから、まあまあね、今年からだからね、そうだからここまで別にもう見てたけど我慢、うん、ちょっと一回だけ買ってくれと一回だけ俺もね一回だけ俺もちょっと一回思って、ああ、そうですね、でもそれも一回飲み込んで、そう、
1試合目だから。いや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 、1試合目だから新監督、うん、そうだから1試合目に、いやいや、そうそうじゃ、そうじゃない、ベッドはじゃあもうちょっと先、早く右手ちょっと動かして、動かねえんだよ動かして喋ればいい、しびれてんだよはい、だから次回にね、はい、そうあのね、また次もう結局見るしかないんだから、うん、そうよ、信じて、そう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 、信じて待つしかないんですから、うん、はい、というわけで、まあ、負けた分は僕らが急いでいきますんで、はい、はい、というわけでバツボックス、今日のみそぎよいしょ、じゃあトーン、はい、トーン、今分かったわ、朝になってるフライングパーン、いや言い方知らんけど、フライングパーン、何これ、何だ、何これ、これはもう実際に見てもらった方が早いですね、実際にこちらですね、何すかこの、はい、不穏なこれ通常生活してたら完全に見ない光景これはキッチン用品が吊り下がってますこれでもうお分かりだとは思いますけど、いや分かんないですよ何何、ただこれをおでこでちょっと受けてもらおうかな、でこかい、まあ、でこマジか、うん、デコパン、デコパンってなんだよ振り子でこう振り下ろしてきたフライパンを頭でパンって止める、なるほどね、シンプルなゲームですわ、いやー、はい、やりますか、いやー嫌だけど、いや嫌だろ、いやだ、まあ、一応あの大と小あるんで、大と小、大と小、うん、じゃんけんで決めてください、どういうこと、いやもう大と小あるんでお前さ説明飛んでやんのいつもいつも何金子今日頭もぐちゃぐちゃ台を引いたら、台を引いてじゃんけんいこう、最初はグーじゃんけん、はい、どっち金子、じゃあショーだ、ショーだね、だけど台でいいね、いやまあまあそうなりますよな、はい、そうだね、はい、じゃあ早速セッティングいきましょう、あーちょっと待って、何めっちゃ怖い何じゃない何じゃない、ほらもう一回合わせなきゃいけないもう怖さ倍増するって、分かった分かった、はい、オッケー、いいよいつでも撮ってるから、ちょっと待って、高い高いって、お前さっき高くないそれ、何高いって高いな、何じゃない、脳が揺れてるのかこれはコワンただフライパンで殴ったのと一緒だからね、もう死んだと思った、死んだってよ、ざまないね、いやあ見とけてるよちょっと待って動きたくないもうダメージ足まで来てんじゃんもういいってちょっとこれ、これが大なんでしょ、これ大、一撃、これ小って何、どういうこと、小はどういうことなの、あ、そうね、じゃあセッティングし直しますね、うん、まあ小ですね、別に小じゃないからなんならフライパンの大きさがってこと、そうそうそう、え、てかさ、うん、こっちの方が硬くね、いや、そう多分ね、あのちっちゃくてここ広い分多分こっちの方がダメージでけんのでもほら、じゃんけんでさ自分で取りに行ってやべ、いやそうだけどさ取るじゃん、ショーショー、あーそういうことね、いやあーなんで俺先じゃねえんだろうと思ったよかったー、ショー先だからじゃあもう行きまーす、はい、いきましょう、セッティング、そこで、そこで、そこで、ちょっとでもずれたらやばいよ、あ、こ、あ、怖いな、これ、こ、これ怖いな、ちょっと待って、あ、うわぁ痛いから、重っより痛え、これ、え、怖い、マジで怖い、マジで怖い、じゃあ今から説得、説得ください、説得ください、話せ話したってやって触ってたって一緒だって、じゃあ場所はさ、ズレが出るから、まっすぐ落とせよ、何まっすぐ落とせよ、うわぁうんうん肩がぐちゃぐちゃの男、いやー受ける、あーてか
喋んな喋んな世間話する時間ねえから。次の東京ヴェルディ戦マジでウケる。あいあれ、髪の毛、あれ、金子さん、ちょっと、抜けたもん、フライパンが、吹けましたさあ、これ、あれ、始まった時より5歳ぐらい吹けてますね、吹けるだろうね、入った、チカってした、チカって。いいですよ、みそいでますよ、金子さん、みそいでますよ、ちったこれ全力でみそいでますよ。なんか今日多くない。何も、いや自分で多くしてないから肩に関しては。いやさ、何も大罰の日じゃなくていいじゃんね。僕その時にやりたかったよ。もう見たくないこれ。もう見たくはない、あの公衆台と一緒だから。見えかった時に。じゃあもうフライパンとともにもうやっちゃう。自節これが回転しながら。はい、自節はですね、はい、2019年6月30日日曜日18時から岐阜メモリアルセンター長良川競技場において FC 岐阜対東京ヴェルディの試合となっております。はい、ホームですね。はい、はい、次は勝てることを祈って祈って、はい、金子の肩ベッドです。次じゃない、次じゃない。次は一旦置いときます。また時期を見てベッドします。以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。ありがとうございました。した。